1872年10月14日に新橋横浜間で日本最初の鉄道が開通したのを記念して、 JR 高知駅は毎年鉄道の日の記念行事を行っています。今日一日駅長に任命されたのは桜井幼稚園の戸田岳くんと高柴小春ちゃんです。多くの保護者が見守る中、年長園児26人が合唱と合奏を披露しました。楽しかった。楽しかった。最後は観光列車を園児みんなでお見送りしました。